考え方として首ってジョークも首を引く一緒だから、首の関節はさ、首に対してサブミッションを狙ってるっていう感覚概念なんで、別に考え方としては同じ、ジョークもネクからのミッション OK で一緒です。ここで取りますんだけど、相手がこれだと取られちゃうから横向きやがってです。よくあるでしょ、こうやってこうやって首にもう首絞められるの嫌だから、こうやってやってグイって入るの嫌だから君横向いてるやつです。これよくあるんですね、なんで横向いてもでも無視、別に正面向いてるのも横向いてるのも無視で、必ずこの先に言ったように、これなんていう骨かわからんのだがこの骨があるじゃないですか、こう感じる、ここにこう骨を感じれば OK です。で、この、で、相手のね、竹野さんがもう顎を引いていけば引くほど、こういつもさ、顎引いてないかと。OK。で、別にここでこう取ってもいいし、こうただ相手が首を引いてるだけ。これが正面向いてくれてたら、正面向いてくれたらさっきでしょ。ただ相手が横向いてくれたら、横向いてんなって意識。でここと、OK、大丈夫、ここまでで、できたらこの頬骨を頬骨を引っ掛けてるぐらいが一番強力です。こうやってあげる、こうすることもあんまないです。頬骨に引っ掛かってんなぐらいです。で、さっき一緒にこうやって引っ張って押してで、こうやってくる。で、首にジョークするんです。なんで感覚としては首決めてやったぞっていうよりも、ジョーク、首だったね、相手に聞いてどっちだったっていう感覚、別にどっちでもいいです。要は目的は首を絞めることでもなく、首を決めることでもなく、ギブアップだから、ギブアップすればいいんで、もう一回いくとギュッギュッてやっといて、むしろこう顎ちょっと噛んでるぐらいです。これだけ今のだとちょっと首ひねってるんですけど、むしろちょっと顎で引っかかって顎噛んでるぐらいです。顎噛んでるぐらいです。グッて引いてグッグッとこれグッ、ちょっと例えばここでもうちょっとこんくらいで、こんくらいで入った時で、こうちょっとこうなんだろう、これ今のこの形だとチョークとネッククランクの間ぐらいだけど、このまんま圧迫でき、圧迫されて決まるような、うん、で、別にここまで極端に横向いたらネッククランクだし、こんくらいで曖昧だったら顎締め、ではそんなにどっちでもいいです。相手との兼ね合い、ディフェンスとのグッグッグッていってこれグッと一緒で、グッグッで、締め方も必ず、これも間違いで、こうやって入ってて、上に上がっちゃうと楽だから、必ず、いつも言ってるように、さっきいつも言ってないね、嘘ついた、さっき言ったように、さっき言ったように、ちっちゃく、ちっちゃく、OK、OK。で、なんで、こっちの方が慣れてくると、ギブアップ取りやすいんで、ギブアップ取りやすくなってきちゃうんで、最初からグッとこうやって、なんでこの、この頬骨を、ギュイって。あーくそ、めんどくさいな、ギュイってこう入れてのもありです、まあ、そこはもう塩梅というか要領を使ってやってください。はい、これそんな難しくないんでやってください。